皆様こんにちはなりわでございますえっと本日は、えー、6月の、えー、何日でしたっけあ6日でございますね、えー 6月の6日でございます。えー、実はですね、えーと、今年に入りまして、えー、雑誌あの月刊誌さいぞうさんとか、えー、テレビでは名古屋地方のあの CBC さんとか、えー、そしてフジテレビさんの目覚、えー、ましテレビでここしらというのにね出させていただきました。それで、えー、ちょっと驚いていることがございまして、えー、それが。 フジテレビさんの「目覚ましテレビに」に、えー、出ましたのが、えー、放送されたのが確か4月の25日だったと思うんですね「小柱」の中で、えー、出させていただきましたけれども、えー、その時はあの私一人ではなくて、えー、藤子さんというおばあちゃまとそしてもう一人もう一方は、えー、逆さ歌を、ね、歌っていらっしゃる中田喜子さんという方。 と三、えーえー、名であのそれぞれ、えー、取材をここに受けましてここ知らの中で紹介をしていただきましたでその中であの未だにですねまあその放送された当初でしたらあのわかりますけれどもうあれから一ヶ月半以上経っておりますけれどもいま、えー、だにあの。 あのちょっとララポートの方に出かけて行ったんですが、えー、その時にあのまあそしたらあのなんか服の裾をチュッチュッチュッと引っ張るちっちゃなお子さん男の子かな確か幼稚園生ぐらいの子があ私の裾を引っ張るんですね。で「えー、あどうしたんだろうあ迷子」って声をかけたんですね。えー、そしたら うんうんってあの首を振って「ねえねえあの『目覚ましテレビ』出た人だよね僕テレビ見てるよ <laughs> 見たよそして YouTube も見てるからねおばあちゃんと一緒見てるから」って言ってるんですね。<laughs> でそれで「じゃあまた見るからね」とか言ってたっと走って行っちゃったんですね。で向こうの方にはあのおばあちゃまとおじいちゃまとねどうやらあの。 あのななんでしょう多分お母様とお父様はお仕事かなんかでお留守でいやあのおじいちゃんもおばあちゃまとねそこにねお買い物に来てらっしゃってたんでしょうねそんなふうに、えー、声をねかけていただきましていやとっても嬉しかったですねあ本とあのとっても心がねふわっと私あったかくなりました。こんなちっちっゃい子が 多分幼稚園生ぐらいだと思うんですよねまだ小学校には上がってないと思うんですが、えー、そのお子様がね、えー、見てるよって言ってくださったんですね本当になんかね嬉しかったですね、えー、それに 目覚ましテレビってあの皆さんご覧になってるんですねほんとびっくりいたしましたあのでちょっとねこれは動画にせずにはいられないなと思いましてちょっとね今カメラを回させていただいております本当あにかけていただけるようになりましてあの何て言うんでしょうボートと歩いていられないですね。 あの結構ねあの普段は私あの力を抜いて本当に自然体で歩いておりますのでい,あのいきなりね声かけられるとヒュッとああと思っちゃいますね、えー、なんかあの、えー、口を開けてポカーンとして歩けられないなと思いましたね。<laughs> えー、どなたかがあのライブの時にコメントでおっしゃってたんですがよそ行きの顔で歩かなくっちゃっておっしゃっていたんですが本当その通りですね。えー、だけれど 目覚ましフジテレビさんの目覚ましテレビの番組恐れました本当に未だにねあの見ましたよとかあの目覚ましに出てた方ですよねとか言ってあの コメントやらライブの時にねそして実際にもお声をかけていただいております本当にありがとうございますこれからもちょっとね喜んでばかりもいられないですねちょっと引き締めてまた頑張って前に進んでいきたいと思います皆様今後ともどうぞよろしくお願いいたします本当にねここまで えー、これてそういったあのテレビにも出させていただけるのはあの皆様の応援があってからこそだと思っております。私一人のね力ではあのそういったこともなかったと思いますので本当に視聴者様の方とかいろいろ応援してくださっている方々のおかげだと思っております。本当に感謝申し上げます。ということで本日は本当に未だにあの。 もうね、えー、放送されたのはずいぶん前のことなんですがいまだにあの目覚ましに出てた人だよねとかあのおっしゃってくださるので、えー、その番組っていうんでしょうかその力はすごいなとちょっと感心した、えー、次第でございました。<laughs> ということで成羽でございました。では